はい、どうも、コマです。今回からアンリアルライフっていうゲームをやっていきたいと思います。はい、設定が完了していません。設定はどうやって完了させるんですか？始まってしまった。やりましょう。じゃあお話の続きはまた明日ね。はい、何も聞いてへんよ。うん、それじゃあまた明日。アンリアルライフ、何これ、セリフ、タイトルコール。エメギャージ日本語でお願いします。春、名前かな。春って文字だけ読めるけど、はいはいはい。一応アドベンチャーゲームらしいんですけど全然知らないよ。霊界強度を確認中、人体通信を開始、保護システムを起動、対話を開始します。音を願います。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。聞こえてますよ。高性能 AI 信号機の195と申します。はい、今あなたの脳内に直接会話情報を送信しています。はあ、これ信号機を見上げてるんかな。信号機と喋ってるんかこれ。今195ちゃんね。ちょっと待って、メモるわ。はい、あなたの名前は何ですか？思い出せますか？コモラです。どうも、コモラです。よろしくお願いします。コモラちゃんでした。春。春ちゃんね。コモラちゃんじゃないんかよ。身体的な損傷はないようですね。195はあなたの保護者のもとへ送る義務があるのですが。住所か連絡先は分かりますか？春ちゃん分かる？覚えてない何も。日本語は覚えてるみたいやな。何も覚えてへんくせに。では先ほどここを通った時に倒れてしまったことも覚えていませんか？あ、倒れるところを信号機くんは見てたんやね。信号機くんなんか微妙にまばたきすんな。ご安心ください。195が195があなたを完璧にサポートいたします。195のログを表にあなたが来た方向を表示しました。はい、こちらお進みください。そっちから歩いてきたってこと？はるちゃんは喋る信号機について考えた？これアイテム欄とかそういうのはないんですか？何の説明もなしに始まったぞ。あ、はい、何でしょう。すいません、ガイドを出す方向を間違えました。あ、マジで？おっちょこちょいなんだから。どっち行けばいい？プログラムを修正しました。今度は間違いません。怪しいな。なんか騙そうとしてへんか？こちらのガイドに従ってください。了解。まあ従いますけど、勝手に動いてんで。はい、動かします。A ボタン。お話しする。何をすればいい？ちょっとおしゃべりする？195ちゃんは男なんですか？女なんですか？無線式信号機の195と申します。あなたの安全が確保できるまで完璧にサポートいたします。信号機が喋ってる。あー、そこに違和感感じるんか。そういう世界観ってわけではないんか。信号機が喋ってはダメですか？喋るの普通な？どうなんですか？ダメではないけど、はあ、もうちょっと掘り下げてほしいな。何したらいい？あなたは先ほどここを通りかかった際に倒れてしまったようですね。はい、195のログによればあなたは掲示板の方向から来たようです。様子を見てみてはいかがでしょうか。お前最初右言うてたやんけ。急に掲示板の方向とか言いやがって。本当かそれ。これ進むのはいいけど、進んでしまったらねえ、195ちゃんと離れてしまうことにならへんの？ついてきてくれるんか？あいつは歩けるんか？読めない。読めへんの？はるちゃんいくつなんやろ。年は調べる。電柱は喋らへんの？信号機だけ喋んの？調べる。木、何の木かな？何の木でしょう。驚き桃の木っていうの、なんか昔刀ゼロであったよね。フェンスか？あ、靴。何か落ちてる。ガラスの靴かな？先生のお話の中で青い靴の女の子のお話が一番好きだな。はあ、はるちゃんの記憶かな。
そうね、私もお気に入りなの。そんな、こんなの、いつかね、この世界から抜け出せたらいいのにって時々そう思ってしまうの。この世界から抜け出す？なんか先生と何かあったんかな？頭が割れそう、痛い。脳波を解析中、映像を発見、ノイズキャンセリング中。脳内の解析結果を送信中。脳波が乱れていて解析に時間がかかりました。勝手に脳を解析しんといてくれへん？それはセクハラに入らへんの？解析の結果、一つの映像が流れ込んできました。今表示します。うわ、記憶を勝手に見られてる。ここは今いる場所？この場所の過去ってことかな？のようですが、少し違いますね。これは過去の映像と思われます。予想通り。誰か映ってるようですが、これは先生。ほう、先生も女の人か。先生、お知り合いですか？この映像は一体。まあ、はるちゃんの脳内なんやろうな。今の記憶と比較。ここからどうしたんや？ああ、やめちゃった。やめてしまった。先生はどこ？落ち着いてください。先生とあなたは一体どんな関係があるのですか？わかんない。完全に記憶は失われてると。でも先生に会えないと困るの。そう言われましても、195の役目はあなたを保護者のもとへ送ることです。先生のもとへ送ることではできま先生のもとへ送ることはできませんよ。ニュース聞かへんな。誰の命令で君ははるちゃんを保護者のもとへ送ろうとしてるんや？先生に会えないの？じゃあ私一人で探す。それは困ります。あなたの安全を確保する。でもあなたにはできないんでしょう。急にはるちゃん当たり強くなった。できます。おお、195は高性能 AI ですので。感情出してきたな、信号機。本当です。先生のところまで完璧にご案内してみせます。信号機君、仕事放棄し始めたぞ。いいんですか、それ？じゃあどうすればいい？先生のもとへ連れて行ってくれるんですね。そうですね。まずはあなたが先ほど青い靴から映像を読み取った事象についてもう少し知りたいです。僕も知りたいです。あなたが青い靴に触った時、脳の異常な活動を観測しました。触るという行動に何か意味があるかもしれません。例えばそうですね、あの電池を触ってみたら何か起きたりしませんか？どんどんお触りするわけね。ハンドパワー、お触り、サワサワ。例えばこの電柱に触ったら何か起きるかもしれません。何これ？これも過去かな？あなたとカラスでしょうか？カラスの友達いんの？195は理解しました。どうやらあなたはいわゆるサイコメトラーなのでしょう。いわゆる言われても、サイコメトラーなんて単語知らんぞ。聞いたことない。サイコメトラー？触ったものの記憶を読み取る能力を持つ人のことです。にわかには信じられませんが。なんか昔いたわ、そういう人。クラスメイトに。本当かどうか知らんけど。多分嘘やな。とにかく電柱の記憶によれば、ハルさんは、カラスに鍵を盗まれた。そうなん、盗まれてんの、これ。この状態でなんか画面を動かしたりとかはできひんのか。比較しかできひんわけね。カラスは近くにいるかもしれません。鍵を取り返しましょう。どこ探せばいいんや？物が覚えている記憶、つまりそれは過去に起きた出来事です。もしそれが本当なら、あなたは過去に起きた出来事を見れるわけですよね。そういうことなのかな。カラスの行方を覚えているものに触れば、カラスの居場所を特定できるかもしれませんね。この付近にあるいろんなものに触ってみましょう。とりあえずカラスの行方を追ったらええねんな。これはさっき見たから特に何も変わらへんね。この記憶から読み取るのは、あなたが倒れていること、カラスが鍵を持っていることでしたね。
とき、ここにカラスが乗ったりとかするんちゃう？とばり気にしてるんちゃう？この木が持つ記憶の映像ですね。はい、これではどっちに飛んでいったかわからないですね。別のものの記憶を探してみましょうか。サイコメトラってこんな、あれな、ある一瞬の記憶しか読み取れへんの？ねえ、飛び去った瞬間とかそういうところ読み取ったらええの。冷たくて硬い、何も起こらない。光電柱は触っても記憶を読み取れませんか。はあ、光電柱は耐性持ってるんやな。サイコメトラシールド持ってるわけやな。どうやら記憶を読み取れるものと読み取れないものがあるようですね。ここなんかカラスいそうやな。生気品のかい。お前の記憶をちょっと教えてもらおうか。本当は全部知ってるんじゃないのか。うわ、これが195の記憶ですね。倒れてんな、はるちゃん。どういうことやろうね。左の方でもはるちゃん倒れてたやん。195が直近で印象に残っていること、あなたがここで倒れた時の映像ということですね。直近で印象に残っていることしか見えへんのか。電柱とかって意思あるんやな。あの時カラスいました。お、今思い出すんやな。すいません、ほら、はるちゃんの地止めを食らいましたね。OK。だんだん物の記憶を読み取れる時に脳波の特徴が分かってきました。お前何もやねん。あなた本当に信号機ですか。今度は記憶を読み取れないものは選択肢に触るを表示しないようにしますね。読み取れへんやつはもう触るって選択肢で出ないってことね。ありがたい、それは。さて、カラスはあちらの方へ向かったようです。行ってみましょう。椎茸目してんな、この信号機。分かっとんな。少々お待ちください。今ガイドを出しております。このガイドは実際に見えてんの？はるちゃん目線で見えてんのか、これ。出ました。はい。その矢印、無理に出さなくてもいいよ。これどうやって出してるんですか？はるちゃん以外の人も見えんの、これ。でも緊急時だけ出しますね。これから緊急時になるようなことが起こるんですか？はい。おお、どうしたの？どうしたの？興奮しちゃって。あ、いえ、何でもありません。さて、カラスはこちらの方に来たはずですよね。そうですね。あ、今更ですか。そもそもカバンに鍵が入っていたりしませんかね。確かに東大元暮らしやな。僕昔驚いたことがあるんですけど、ポンポコさんとデロンさんって東大元暮らしって言葉知らんらしいな。なんかの企画の動画で昔何それ知らんとか言った気がするね。常識じゃなかったんや、あの言葉。カバン見てみる。かわいい、はるちゃんかわいい。 RB でカバン開く。 RB、アイテム欄あるんですね。青い本、最初からカバンに入ってた。何かが書いてある。取り出してみるか。なんか入ってたよ。 COX、 これは何ですか。青い本だね。カバンに最初から入ったみたいだけど、本って何でしょう。あ、そこは分からへんねや、信号機。え、知らないの。え、信号機は案内に必要のない知識は持っておりません。信号機って人を案内するものではないやろ。いや、案内するものなんか。もう信号機が分からへんくなってきたわ。字がたくさん書いてある紙の集まりかな。ちょっと説明が下手やね。これはちょっと、はるちゃん、小学生の可能性があるな。ふむふむ、人間が使用しているメディア媒体ということですね。メディアって言葉は知ってるんやな。その本には何が書いてあるんですか。あれ、字読めない。どういう意味でや。漢字が読めへんとかそういうこと。難しい字が読めへんとかじゃなくて。どうやら脳の機能が弱っていて今は字が読めないようですね。はいはいはい、そういう感じね。そういう意味で読めへんのか。僕もね、寝起きはちょっと脳の機能弱ってる時あるからね。寝起きにソシャゲ起動して、お知らせの文字とか読めへん時あるから。あの状態ね。
この本はあなたの身元を確認する手がかりになりそうですが、今まず鍵を取り返すことに専念しましょうか。了解。うん、どうしたはるちゃん、な、今の意味深な間は何ですか。何かキラキラしたものがありますね。どれ、手が届きそうにない。うん、少し衝撃を与えれば薄そうなんですが、どれ、キラキラしたもの。なんかそこのピンク色ナスかな。はい、ゆする。あ、フェンスの上に引っかかってるんか。きたー、これ鍵ですか。ビー玉、フェンスの上によう、ビー玉乗ってたな。すごいバランス感覚じゃん。これはビー玉かな。ビー玉、ビー玉知らん。ビー玉教えてあげようか。キラキラしてるガラスの玉だよ。ビー玉、そういえば僕もう数年は見てへん気がすんな。なるほど、何かに役立つかもしれませんし、持っておきましょうか。あ、手に入れたアイテムはカバンから取り出しておくと、物や相手に対して使うことができるはずです。なるほど、アイテムを取り出しているだけで何か起こることもあります。このビー玉を取り出しておくといいかもしれませんね。了解。今取り出してるのは本ってことか。今本を装備してるってことね。はい、ビー玉取り出す。使う。ハルさん、ハルさんが今カバンから出しているビー玉は、これはこの場ですぐ使うアイテムではないみたいですね。や、使ってみな分からへんやろが。ただこの赤いビー玉はどっかで使えそうな場面が来ると思います。その時はパガン、めちゃくちゃ丁寧に説明してくれるね。あ、カラスいるやん。まあ、一歩一歩調べていきましょう。はるちゃんダメだよ、そんな見知らぬ扉開けようとしたら。だいぶ怪しいよ。そこは人のお家かもしれませんよ。ここ入れる。はいはいはい。あれか、このビー玉見せたらカラスがビー玉に寄ってくるんかな。光るものがなんか好きみたいな設定あるよね、カラスって。入れへんやろな、多分。もうこれ持ってるだけでいいかな、使わんでいいかな。こんにちは、カラスさん。カーカーカー、カラスさんの目もビー玉みたいね。えぐっていいかな。おごってるのかな。カラスが何か言っていますね。今は翻訳しますね。万能やな、信号機さん。万能やな。これってあれかな、脳に直接話しかけてんのかな。あ、これ信号機目線やったんか。あ、対象生命体との会話が可能となりました。すげえ。翻訳こんにゃくやな。お前誰？お偉そうやな。人間様に向かって。何様やねん、カラスごときが。僕キラキラ大好き。あ、ちょっと可愛い。子供なんかな。じゃあしゃあないな。これ僕の触るな、あっち行け。あ、不機嫌。あちゃー。借り返してくれなそうですね。何か策があればいいんですが。このビー玉で撃ち落とすんかな。これを選ばなあかんのね。くらえ。お前のキラキラしてるの何。それ僕の返して。それくれたらこれもういらない。いやー、なんか子供らしいわがままなこと言ってるね。どこかの鍵。はいはい、やりましたね、鍵です。でもこれ何に使う鍵かな。あなたのものの記憶を読み取る能力で鍵の使い道を探してみましょうか。まあもともとはね、はるちゃんの持ってた鍵やから、多分はるちゃんの家の鍵じゃないの。取り出したものを記憶探れんの。鍵の記憶を探るんじゃなくて、あれか、ここら辺の扉の記憶を探るってことかな。そういうことね。能力発動。下の階に誰かいますよ。誰ある。あ、先生か。先生、とりあえず階使いましょうか。多分入れるでしょう。はい、不法侵入。前回一般はるちゃん。うわー、ピンク色の世界、めっちゃエッチな世界が広がってそう。開きましたね、ドアが開きました。楽しそうだね。ね、これあれ、これあれ
はるちゃんもしかして一生脳内で信号機が喋りかけられる呪いにかかってるんかな。地獄じゃねえか。これも入れんの？大丈夫入って。195どうしました？呼び方はるでいい。あ、これはちょっと心開いたんやな。わかりました、はるさん行きましょう。195はいつまでついてくんの？あら遅かったじゃない。立体ムービー。ねえ、ハル、私を置いていくの？先生と何かあったんかな？なになに？あの、昔のテレビの、今放送してませんっていう画面になってるけど。ねえ、ハル、私を置いていくの？違う。あ、その顔いいね、ハルちゃん。今勝手にメッセージが進んでます。ねえ、ハル、あなたは私を近寄らないで。ええこれどっちどっち、え、これ先生に突き落とされたってことで合ってるかな。どっちが突き落としてるか分からへんねんけど。あ、逆か。はるちゃんが先生をなんかこの状況的には突き落としてしまったってことかな。わー、待って、お願い、私を許して。先生悪い子でごめんなさい。なんかやらかしたんか、はるちゃん。さようなら。切り替え早いな。今の落ちる瞬間でごめんなさいからさようならまで感情が一気に走ったが。お、教会かな。うん、なんかもう世界観わからへんなってきた。近未来なんかもしかして。おやおや、ふふふ。何、今の何？ハルさん、195さん、また喋りかけてくるんですね。ハルさん、気絶していたようですが大丈夫ですか？これもあの家の中に入ったってことか。ハルちゃんの家やったん？それにしてもここは一体さっき入ったアパートなのかな。ハルさん、たくさん水がありますよ。どこ？これは海。あ、外、これ海なんか？ちょっと分かりにくいね。え、これ海ですか？海っていうのは、え、違うんです。我々がいた町は、海に面してなんていないんですよ。なんですって。とにかくこの部屋から出ないと。お、おー、アンリアルライフ。ありがとうございました。というわけでパート1はこんなもんにしましょうか。ちょっと脱出ゲームっぽいな、見た感じ。で、おそらくなんか先生を突き落とした風やったけど、まあ何か理由があるか、もしくは別に突き落ちた理由とかがあるんやろうね、という感じで。はい、パート1こんな感じでありがとうございました。また次回よろしくお願いします。いや、面白そうやね。